本日のメインイベント、戦場イズム爆発前夜クライマックス60分一本勝負を行います。青コーナー175パンス井上京子、赤コーナー 3WA 世界シングルチャンピオン230パンス、アチャーコック、レフリー村山大地。さあ、いよいよメインイベントです。前場イズム爆発前夜クライマックスと題されました。アジャコング井上京子、待ちに待ったファンの方はね、本当に待ちに待ったビッグマッチやってきましたね。あの実質上の、はい、今の前場の頂上対決って、なるほど、この2人じゃないですか。うん、ですよね、長谷川選手、頂上対決というような感じが、雰囲気がしますね。この日本中ですか。まあ日本中ですか。どのくらいのファンの人がこの試合を待ってたんでしょうね。なるほどね。違いますね。アジャはなんか身長がそうで綺麗な緑の、アジャのマークが入ってるんですけどね。おっと出ました。アジャのこのスピードが遅いですよね。長谷川選手はこの試合は予想っていうのもなんですけども、どんな展開になると思います？どうなるんでしょう。全くでも井上京子選手が、多分自分のペースを絶対満たさない人だと思うんですよ。あ、すごい、すごい、なんかもうロープの歩き方がもう棒に行ってますというか、もうすごいですね。バランスがあまりにも素晴らしいので、ロープ歩いてました今ね。これはもう天性の運動神経、センス、まあみんな運動神経はいいはずなんですけど、もうボディバランスの良さですよね。ギガマスクのような頑張って、井上京子選手が当たるときは頑張ってペースを崩してやろう、崩してやろうとするんですけど、もう知らないうちにもう最後までペースに引き込まれてるんです。全部あの人っぽい試合になっちゃうんですよね。なんとなく全体的な印象が。これは返して、おっと、アジャはね、なんか同じ、今のも一応モンゴリアンチョップみたいなダブルチョップですね。おっと、小手というか突っ張りという感じですけれどもね。アジャ、さあ、なんとも重量感の攻防ですけれども、このボディスラム強烈だ。さあ、そしてリング中央でアジャ選手、割と丁寧に試合進めてるんじゃないですか。なるほど、なんか丁寧って感じがしますね。ゆっくりっていうか、ボディスラムやって、首投げやって、今度は一応フェイスロックが締めに行って、まあセオリー通りじゃないですけど、まあ比較的じっくりシングルやってますね。60分一本勝負ということですけれども、おそらく、はい、今対抗戦主流の時代というか、対抗戦で盛り上がってますし、はい、オールスター戦に向かってこう行くわけですよね。そういう中で今日は対抗戦カタントの選手が一人もいない中で、アジャ京子の2人がメインをやったっていうのは、本当は前場っていうのは本当はこういうんですよっていうのをみんなに見せる最大のチャンスでしょ。前場イズムとはというね、まあ前夜って言ってますけども、はい、そういった意味ではお客さんもね、これが前場だと、これが前場の素晴らしさだという部分をひしひしとこう肌で感じてほしいなという気がしますけれども、この後楽園ホールに詰めかけた満員のお客さん、本当にこのシングルマッチは楽しみにしてたんじゃないかと、そういう気がします。さあ、4つの体勢、力比べになった。それにしても井上京子選手のこの見かけによらないパワーってどういうのかな、ね、力持ちですよね。すごいですよ。見かけによらないって言ったら失礼なのかもしれないですけど、どっちかっていうとパワーファイターじゃないかなって。なるほどね。
レスラーっぽくしてるんですけど、プロレスの達人なんですよね。なるほど。さあ今度は、今度はいやこれはこれはバックブリカップルだったんですけど、あっと、ね、外しましたね。おっとそしてあっとこれすごい、すごいレスラーって、アジャの巨体をブリッジで耐える今日、あーすごい、そんな人にこれやれって言ったってできないよ。それはできないですよ。ないですよ。レスラーってすごいな、あーすごい。さあ見応えあったこの力比べ、なんともオーソドックスなね力比べを久しぶりに見ましたけども、でも分かりやすいじゃないですか。分かりやすい、いかに鍛え込んでるかって、いや見応えがありました。さあそして今度は肩逆エビ渡りの体勢に移行するアジャです。さあ今入りました。さあシングルですのでこの辺りでぐいぐいとスタミナを消耗していくと後半戦に不利になっていきます。早めにロープに逃げたいところでしょうが、早く逃げたいんですけど、はい、動けないんですよ。重くて重くて、あ、じゃあ固まっちゃってるところですね。で肘でこう一生懸命こうマットを押す感じでこう動くんですけど、肘が今度すり抜けてるんですよ。なるほど、それがまた痛かったりして、
どっしりとした下半身であれを決められたらもうちょっとひとたまりもなかったという感じですけれども、なんとかロープに回れた井上圭吾ですが、徹底的に腰を徹底的に腰を攻めます。さあ井上圭吾返せるか、カウント2。さあどうやらだいぶダメージがあるようです。さあまた腰だ、また腰だ、丁寧にというかしつこいというか、はい、割とみっちりやってますね。派手な技は少ないですけどね、確かに今日は。そうですね、アジャグイグイ締め上げます。さあ強子に対する声援も飛び交う中、さあ今度はロープに逃げれるか、うん、さああまり長い時間食っているとこれはスタミナを消耗します。そして腰にもかなりダメージが残ってしまうんではないでしょうか。さあ長丁場になりそうな10分経過という感じですが、今10分経過、これは長い10分の方に入りますね。なるほど、どっちかというと、おっとすごい音がした。意外にというかね、はい、じっくりした展開になってきましたね、うん、比較的静かな展開で10分過ぎました。それにしてもアジャコングが何かここまでは余裕の、あったあったあった、はい、もかなりダンプロに近いですよね、展開が。なるほど、プロですね。なるほど、おっとフッチャー、おっとここへ来てパフォーマンスはフッチャー張りの地獄好きだ。さあ、そして下だけでも見せてくれる、でもなんとなくって感じですね。まあ、手玉に取ってますね、アジャが、あのお客さんをね。さあ、そして、あー、取れました。今度は自分のオリジナルですね、はい、遊んでましたもんね、ブッチャーなんか妙に棒に行ってましたね、ブッチャーが。しかし、あったー。さあ、この強固の反撃になるか、強固の反撃になるか。さあ、タイミング、さあ、今までの借りをたっぷり返してやるなというところですが、しかし、そうは今夜は下ろしません。さあ、アジャ、おっと、かなり腰に来てるんでしょうか。さあ、アジャは動かないぞ、うん、カウンターのエルボー、ああいう動きだったらかなわないということなんでしょうね、うん、さあ、ここまではちょっと京子の持ち前のテクニシャンぶり発揮できていません。はい、おっと、裏剣かわした。さあ、この辺から太陽ちゃん、すごいパーソナル。さあ、カウントは危ない、実に綺麗なタイミングで決まりました。さあ、ここまではアジャ完全に横綱相撲、アジャペースの試合ですよね。さあ、京子どこでペースを、はい、ひっくり返すことができるか。また腰を痛だ。さあ、アジャ先生割と技は好きなんですよね、いろんな技。おお、そう言ってるさなか、怪物レスラーっぽいの、そういうイメージ嫌いだと思いますよ。まだ完全にはしているフェイスロックには至っていないようですが、手で狙えるんだ、あいつも手で手が入らないようにするんですよ。あ、そういえば今日初場所やってましたね、やっぱりレギーのもの頑張らなくて。なるほど、2回やりましたね、甘いですね、逃げられました。いや、しかしこのアジャの STM も体重かけられるときつそうですね、これ。これこそ逃げられないですけどね。かろうじて顔を締められるのはしのいでも、足がやって、完全に振りしますよね。ロクさんとったらね、逃げられません。あ、しかし根負けしたのか。なんとかしのいだ井上京子。さあ、京子らしさが全く出ていないというここまでですけども、あーっと、これはコーナーに叩きつけるのか、危ないね、スタイナー兄弟ですね。さあ、スタイナークラマース2人です。あーっと、このままなんとコーナーにぶら下がってしまった。さあ、そして今度はボディープレスに危ない、思わずやめてくれと叫びたくなるファンの気持ちもわかります。いやー、危ない、京子が危ない、完全に防戦一方になった。さあ、そしてバックドラフト、あー、高角度だ、すごい角度で決まった。そして背中で余裕のフォール、危ない、ああいうフォールもあるんですね。ここまではじゃあ余裕しゃくしゃく、
攻勢一方になりました。さあそして場外だ場外だ、さあ落札砲に転じるのか、波があれ
ち上がるのか、ノーメガスペシャルに行けるのか。カバーゾーン、ノーメガスペシャルで、ね、持ち上げたらこれはちょっとすごいですね。すごいことですよね。さあ、アジャは耐える。さあ、自分の体重がアダバナになるこのノーメガスペシャルだ。さあ、アジャ、初感アジャが食らうとかなりのダメージになるでしょう。さあ、腕を掴んだ。さあ、ここまで来た。さあ、持ち上げられるか。逃げなければ。さあ、どうだ。反動をつけた。あ、しかし上がらない、上がらない。20分経過。でもやっぱりめげずにすぐ別の技に入るのがすごいですよ、はい。こっからメキシコ、あっと、カンパーナか。おっと、メキシコ流の関節技に行きそうだ、行こうやというところですが、やはり持ち上がらなかった。まあ、でもこれは現実として受け止めてちゃんと、はい、ね。さあ、こっから強子の反撃、強子の試合巧者テクニシャンぶりが見れるんでしょうか。しかし本当に難攻不落、巨漢アジャなかなか崩れません、このお城。あーっと、危ない。ブレンバスターがこれ頭から、高速でしたね、はい、文字通りのブレンバスター。まあ DDT っぽかったですよね。脳天に入りました。さあ、ちょっとアジャもグロッキーだ、さあ、両選手かなりスタミナを消耗してまいりました。アジャ今のちょっと頭を気にしたが、どうやら先ほどのブレンバスターでちょっとクラクラっとね、てます。さあ、こちらはブリ振って、あっと、おっと、ハミトキパター、そして、あ、出ました、メキシコ流フォーク走り。いやー、この辺も、おっと、おっと、これはすごい、アジャ選手狙ってましたね。井上京子、危ないぞ。カウント2、得意のトペレベル3を狙ったんですが、なんとそのまま後ろに放り投げてしまいました、アジャ。この辺はやはり、読んでますね、はい。おっと、おっと、これすごい。あーっと、戻ろうとし、あのボンバーがどうか。チョークスラムって感じですね。すごいですね。いやー、今なんかアメリカっぽい技ですね。なるほど、力任せの。とどめだ、行くぞ。おっと、とどめだ、行くぞという宣言をして、あ、しかし、京子も生き返った。さあ、このままどうするんだ。そして、さあ、ここから何がある。はい、身体の攻防になってまいりました。目が離せない。今度はトップレベーサー、今度は決めました。はい、さあ、アジャも京子も、さあ、今度は我慢比べ。おっと、行けるかな、複雑ですね。なんとアジャにナイアガラドライバーを狙おうというんですが、シャオトシがあるんですよね、アジア。あー、ダメない。さあ、カウント、あー、危ない。アジアの水シャオトシも破壊力抜群ですね。全体重を浴びせかけます。あー、ロープに振って、あー、ドリーキーだ。何やってやりましたか。どうですか、今のドリーキーは。思わず声上げましたけども、どうですか。すごいですね。もうそうですか。すっかりもうため息まじりという感じですけれども。さすがヘンリーさん。そうです。助走をつけて華麗なロープ走りからエルボー。ダイビングも。距離も十分だ。距離も十分だ。さあ、どうか。カウント2。これは京子が今日ホールの対戦に入ったのはなんか久しぶりにみたいな気がしますけれども。持ち上げられないなら持ち上げられるなりに DDT に投げたりとか考えてきてますからね、はい。さあ、そして今度は2度目の挑戦だ。あ、しかし膝を落とされた。うん、やはり膝を落とされるとちょっと体重があります。アジャですが、あっと、持ち上げるか。パワーには定評があります京子ですが、しかしちょっと辛いあったか。さあ、そして今度は、あっと、裏剣をかわして、さあ、ありがとう。
25分経過25分。しかし60分一本勝負、まだまだ時間はあります。シングルマッチ25分勝負ですね。さあ首を押さえてカウントは2。さあお互いスタミナを消耗してきましたので、こういった固め技、一瞬の返し技がゴールにつながる可能性は十分にあります。アウトだけ、すごい角度で入った。あー、グロッキーだ。さあロープがカウントが入ってるが、どうか。おっ、もうぶつかったんですね。いや、これはもう絶対やることになりましたけれども、ちょっと角度で見えなかったんですが、ロープ、いやー、ロープブレイク助かりました。井上翔子、26分11秒、26分11秒、全くと言っていいぐらい